変身が解けてもダークオーバーの魔法は続いている。分かってはいたが、こうも心を蝕まれるとは。我慢できない。飢えた狼のようなこのどす黒い食欲。ベネット、お前ですらうまそうな肉としか思えない。俺はもう終わりだ。だが無意に朽ちるものか。こっちじゃ出番だ。さあ眠れ。全てを飲む夢を見ながらな。私は誰かお前にはわかるだろう。さあ世の声に応えよ。世界に審判を下す時は来た。終焉は今世と共にある。この世の保存を吸い尽くし力とするのだ。抜け殻となった大地を神の矢で打ち崩せ。ひどい姿だな。これがあのバレンタイン王のなれの果てか。生きていたのか、イングベイ。こそこそと隠れ回る小心者。あんたこそ冥界ではオデットの故障だったそうじゃないか。相変わらず口だけは達者だな。とても高潔な我が血を引く男だとは思えぬ。そうかな。よく似てるぜ。力に狂っているところなんか特にな。力？お前に何の力がある？見せてやるよ、ダークオーバー。タイタニアでの恐怖を今一度。まさか。大事な大事な結晶炉をガラクタにしてやる。捨て身で世に挑むというのか。そうだ、嫌な話だろう。国を滅ぼした狂気の王子はその命で残った仕事をやり遂げるんだ。まただ、魔力が働いておる。誰かがダークオーバーの秘術を再び。やめてくれ。この朽ちた肉に知恵の渇望が湧き立ち、まがまがしき閲楽が心を狂わせた。心が黒く塗り替えられていく。うわ、来たな、あの女の家来ども。再び世を抑えつけるために。ガローン、その腕をカスで縛り付けていた我らの女王は闇に消え、王の自由を妨げる者はもはや誰もいない。ならば従え、墓守ども。お前たちが闇の力を糧とするなら、この黒く渦巻く力に従え。今より将を率いて王国を目指すのだ。死の国から出る道はない。全女王が道を閉ざされた。何だと？ご安心なされよ、ガローン。出る方法ならありまする。何者だ？あなた様のしもべ。見目は変われど忠義は変わりません。三賢人の一人、ベルドーです。知っておられますかな。
死神たちは生と死の境を自由に行き来できるのを新たな冥府の権力者として命じればよいのです。連れて出ろと。死神、その骨張った弓で運ぶ余と忌まわしき者たちを聖者の国へ運んだ。命という命を食わせるために。これはどうしたのだ。大地が崩れて沈み始めています。なんだと。おお、海水が押し寄せています。この勢いでは我々の国が海中に没するのは時間の問題です。予言にある終焉が始まったというのか。オニキス様。おお、どうすれば。このままではどちらにしても後はない。すべての炎を上げて内陸に進軍する。しかしそれでは我々は世界樹で滅ぶ運命に。世界樹などと呼ばれる木がどこにある。俺は信じぬ、人間の予言など。森という森を焼き払い、予言が偽りだったことを示そう。この炎に住む全てのものに伝えろ。世界を奪う時が来たと。オーダイン様、このままでは。ガロンが冥府の王だと。我が軍は残っている部隊はどれくらいだ。すでに尾の兵隊は全滅です。ワルキューレ隊が門が破られ敵が王宮に流れ込んできます。ああ、この日が来ることは分かっていた。そのためにバロールを作り上げたのだ。あれさえあれば。来たぞ。我が命で王を守らん。静かだ。剣撃の響きすら聞こえん。わしで最後というわけか。あれほど多くの死神を一度に見れば、どんな戦士も血の気が失せるだろう。グリゼルダではないか。この終焉に紛れて出てきたか。お前には父親らしいことをしたことがなかったな。お前のために死ぬのならそれもよかろう。これからはずっと一緒にいられそうだ。満足か、グリゼルダ。そうか、お前は可愛い娘だ。予言にある死の凱旋じゃ。見張り台から見ると山向こうまで漆黒の軍勢が埋め尽くしておる。あの死霊どもはすぐにもここへやってこよう。ではラグナネイブルはすでに。姫、気を確かに。今はここから避難せねば。先に異変を察知して出て行ったオズワルドが気になるな。こちらです、グエンドリン様。この者が安全なところにお連れします。ミリス、ごめんなさい。私の槍を持ってきて。グエンドリン様。オズワルド様を追います。いけません。心配しないで、私はワルキューレ。追い詰められたら空に逃れます。さあ、お前たちは行きなさい。姫、落ち合えるのならホルン山で。
急いで。まさか姉様、私を迎えに来たのですか。脳幹を打ち据えなさい。女自身にある役目を忘れないで。姉様、こんなものに挑んでも戦いと呼べるものになるのかすら。イングベ、お前か。お前が秘術を使った姿なのか。答えろ。その通り。誰だ。お初にお目にかかります、王子。ウルズールの友人にございます。私をはめた仲間だ。先ほどの話は本当か。これがイングベイだと。いかにも。コルドロンを制止するためにこやつは秘術を使った。じゃがダークオーバーを操る術があることを知らなんだのが誤算よの。操る、そんなことができるはずがない。それができれば父は祖父を手にかけずに済んだはずだ。ガロン王の事件からあなたの父上が研究させたのじゃよ。そしてそれは完成した。父上が何をする気だ。愚問には返答無用ですが、邪魔立てなさるなら我がしもべの餌食になりまするぞ。ざまはないじゃないか。父上もこの剣で魔獣に挑まれたのだ。恐ろしいものか。待っていろ、今楽にしてやる。Hey!
死んじゃいないさ、しぶといやつだ。イングベイ、その怪我。因果だよ、ベルベット。感じるだろう。今もコルドロンは世界からフォゾンを吸い上げて、結局俺は壊せなかった。もはや手遅れだ。すでに大地の根は死に、大陸全体が海へ没しようとしている。手記を覚えているか。お母様の手記。コルドロンを壊すのは間違いかもしれない。手記が俺たちを思って綴ったものなら、危機を乗り切る手段を伝えようとしていたのでは。コルドロンは最後の結晶で導く。コアを逆回転させれば、うちに蓄えた保存を外へ放出できる。それが救われる方法だったのかも。なっ、そう暗い顔で見るなよ、コルネリウス。お前だって虫の息じゃないか。おかげで最後にこうして正気に戻れた。イングベイ。俺なら気にするな。母上があっちで待っている。悪い息子を叱ってくださるさ。不甲斐ない兄の最後の願いだ、ベルベット。もう猶予はない。行くんだ。この俺も最後か。こんな時になってあいつの顔が浮かぶのはなぜだろうな。無事だといいが。メルセデス、もう一度会いたかった。